2024年1月1日元旦の16時10分、能登半島の先端にある石川県大須郡穴水町の北東 42km を震源として令和6年能登半島地震が発生したよね。能登半島では以前より群発地震が頻発していたが、この一連の地震活動のうち16時10分にマグニチュード 7.6 の地震が起こり、石川県羽咋郡志賀町では最大震度7が記録され、国内に残る記録では2018年に発生した北海道胆振東部地震以来の7回目の大地震となったぜ。今回はそんな能登半島地震で活躍する、海上自衛隊のホバークラフトについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、地震発生とともに気象庁では、東日本大震災以来となる大津波警報を発し、当初は石川県輪島市の輪島港で最大 1.2 メートル以上の津波が観測されたと報じられていたんだけど、その後に能登半島沿岸の被害状況が明らかになるにつれて、最大で4メートルほどの津波が到達していたことが判明しているね。この地震によって、半島をぐるり周回する国道249号では石川県内の多数の区間が通行止めとなっており、その他にも国道359号の富山県小矢部市から石川県金沢市へ向かう区間で地震による道路の崩落が発生。国道415号では羽咋市で通行止め、国道471号も富山県小矢部市及び富山市八尾町土地折で通行止めが発生するなどしていて、それらに加えて山が多く海岸線が急峻な崖が多い能登半島では各地で土砂崩れが発生し、道路が寸断されて海岸沿いや山中で孤立する集落が続出しているみたい。自衛隊では1万人を動員する体制で人命救助活動や物資の搬送などに当たっているものの、半島北部にある輪島市に通じている道は穴水町からの県道1号線のみで、随所が片側通行となっていることなどから激しい渋滞が発生しているんだ。そのため、それらの孤立集落に食料と水や各種の支援物資を届けることができず、自衛隊などが閉ざされた道路の再開と支援物資の搬送に動いている中で、海岸沿いの集落への支援物資搬送に加えて、道路開通や倒壊した住宅に閉じ込められている住民の救出に使用するために必要な重機を洋上の補給船から海岸への陸揚げ搬送が可能な、海上自衛隊が運用しているホーバークラフトの LCAC-19 エアクッション型揚陸艇が注目されているわけだな。日本においては2011年3月11日に発生した東日本大震災の際にも、瓦礫などが散乱して船舶が入港できない地域において、海岸などに LCAC によって支援物資を供給するなど活躍したぜ。津波などが襲来した場合、周辺海域には陸上から流された瓦礫や転覆した船舶によって船体を損傷することがあり、あるいは海中に浮遊している漁網やロープなどが多くあることから通常の船舶ではスクリューなどに絡まるなどして航行不能になる可能性があるため、港内を掃海しなければ船舶が接岸することができず、支援が困難となるため、LCAC はそのような地域には重要な補給手段だろうね。エアクッション艇はイギリスのブリティッシュホーバークラフト社ブリティッシュホーバークラフトコーポレーションの開発で、船体の下から圧縮空気を下向きに噴出することで水上を浮上航行する高速船で、エアクッションが極めて少ないため、およそ100キロ毎時という高速航行が可能なほか、陸上走行も可能な水陸両用艇なんだ。ホーバークラフトとはブリティッシュホーバークラフト社の商標だけど、同社が一般名称としての使用を認めているため、正式名称のエアーカシオンビークル ACV エアクッション艇よりもこちらの方が一般的な呼び名となっているね。このホーバークラフトは、船体上部から吸い込んだ大量の空気を船体下にある海面や地面に直接吹き付け続けることで海面や地面上から浮上し、ホーバークラフト音と呼ばれる船体の四方に下げられた合成ゴム製のエアクッション用側壁が、吹き込まれた空気を運航に必要な高さで保持しているぜ。この側壁下部と水面または地面との隙間から常に空気が漏れ出ることにより、完全に体の全てが空中に浮かぶため平坦な面上では接触抵抗が全く発生せず、
この隙間より大きな凹凸があったとしてもスカート部によって作られた空気浮揚空間の高さまでは、船体の金属製の底体部分に接触することは避けられる構造であるが、走行中にスカート部への圧縮空気の供給がストップしたり、スカート部が破損して内部の圧縮空気が維持できなくなったりした場合には、空気圧が低下して浮揚力が失われて底体の底部がそのまま水面や地面と接触することになるわけだ。しかし、特に水上でそうしたことが起こっても底が沈没することがないように、底体そのものは水密構造設計となっているぜ。推進力は底上部にあるプロペラによって得られる水中にスクリュープロペラを持つ機種もあるが、底自体は浮上しているため水面や地面の摩擦による抵抗を受けず高速での航行が可能だな。うんうん。そして、平坦な場所であれば陸上でも使用できるんだけど、凹凸が障害となるために水上で運用されることが多いために、船舶扱いとなっているよ。進行方向の制御にはプロペラの直後に設置されているラダーや、左右のプロペラピッチの差を用いたりして制御するが、サイドスラスターが設置されているホーバークラフトであれば、横滑りによるドリフト走行や急旋回など、通常の船舶ではできない動きが可能となっているね。また海上から直接、船舶のウェルドップに収容することが可能であるため、海上自衛隊が保有しているウェルドップが備えられた大隅型輸送艦3隻に、それぞれ2隻ずつ搭載され計6隻が運用されているんだって。LCAC は、アメリカ海軍では1982年から部隊配備が開始されていて、底椎の中央部分は左右両舷の上部構造物に挟まれた全通式の車両甲板になっていて、長さ 20.4 メートル幅 8.3 メートル床面積168平方メートルの広さがあり、また底の前後には傾斜通路があり、底首側は 8.8 メートル幅で底尾側では 4.6 メートル幅となっているぜ。積載量は交渉で 54.4 トンとされているが、実際には60から75トンまでが搭載可能と言われていて、M1 エイブラムス主力戦車なら1両、LAV 装輪装甲車であれば4両、AAV7 水陸両用強襲輸送車の場合は3両アップリケ装甲を装着した状態であれば2両、M198 などの155メートル榴弾砲であれば2門を搭載できるらしい。ただし、アメリカ軍では LCAC-19 のエアクッション艇の調達終了から20年以上が経過していて、整備用パーツなどが枯渇していることなどを理由として退役が始まっており、後継となるエアクッション艇として LCAC-109 シップとショアーコネクター SSC の導入と配備が開始されている中、日本の海上自衛隊においても最初期に導入した2隻の LCAC-2101号艇と2102号艇は1998年に就役しているため25年が経過しており、海上自衛隊においても運用現場では LCAC の維持整備が困難になっていることが伝えられており、アメリカにおいても在庫が枯渇していて調達ができない部品などは、古い部品を幾度も修理して使っているなどのほか、中には現場でパーツを作成して代用しているなどといったケースが発生しているんだと。海上自衛隊では京都府の舞鶴基地所属の大隅型輸送船大隅を3日に出港させ、5日に金沢港において支援物資などを搭載した上で能登半島の北に海域に進出し、LCAC を用いて輪島市の大川浜に人命救助及び道路警戒作業に必要な陸上自衛隊の重機や救援物資を陸揚げしたことに続き、輪島市周辺では携帯電話の基地局にも被害が発生して電波状況が悪化していることから、NTT ドコモの基地局車両と担当者を大川浜へ輸送することとなり、1月6日に大隅にそれらを搭載して洋上から LCAC によって砂浜から陸揚げしたことが報じられているな。四方を海に囲まれて海岸線が長く、さらに今回の災害が発生した能登半島のように急峻な崖に囲まれた海岸の集落が多く存在する日本では、このように海岸の集落が孤立するような災害の発生は必須とされており、そのような場所へ到達することができる LCAC エアクッション型揚陸艇の更新と配備増が必要であるとする声が高まっているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。
2024年1月に海上自衛隊第4護衛隊軍が XQ Twitter の公式チャンネルにおいて、第4護衛隊軍司令部が第3護衛隊軍第3護衛隊母港舞鶴所属の、ヘリコプター搭載護衛艦 DDH ヒューガに乗艦する合同訓練を実施したことを発表したね。さらに、X2 ヒューガが難所とされる関門海峡を通過する様子を撮影した画像を公開したぜ。さて今回は護衛艦ヒューガが関門海峡を通過した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。この合同訓練に参加したのは舞鶴基地を母港とする第3護衛隊軍第3護衛隊所属のヒューガと第7護衛隊所属の夕立に、呉基地を母港とする第4護衛隊軍第8護衛隊所属の霧雨、同じく呉を母港とする護衛艦隊第12護衛隊所属の海霧と阿武隈の五隻であるが、なぜこのような各護衛隊が混成された艦隊編成となったのか、またなぜ第3護衛隊軍のヒューガに第4護衛隊軍司令部が乗艦していたのかについては公表されておらず理由は不明なんだって。現在の護衛艦隊は、米下の主力部隊として4個護衛隊軍エスコートフロティラが編成されていて、各護衛隊軍司令は海将補が就任しており、1個護衛隊軍はヘリコプター搭載護衛艦 DDH1 隻にイージス艦などの艦隊防空ミサイル護衛艦 DDG1 隻と、汎用護衛艦 DD2 隻からなる1個護衛隊 DDH グループと、艦隊防空ミサイル搭載護衛艦 DDG1 隻と汎用護衛艦 DD3 隻からなる1個護衛隊 DDG グループの2個護衛隊の8隻で編成され、4個護衛隊軍計32隻が有事に備えているんだ。海上自衛隊ではこの4個護衛隊軍を保有することで、訓練などについて周期的にローテーションを行いながら、常時1個ないしは2個の護衛隊軍を高度な連携状態に置きつつ、外国からの脅威に対する即応体制が整えられているね。そして、4個護衛隊軍を構成する32隻とは別に、護衛艦隊直轄の5個護衛隊に計16隻の護衛艦小型及び旧式の汎用護衛艦が配備されており、有事においては沿海防衛用の戦力として地方総監が運用を行うことになっていて、平成26年度以降に関わる防衛計画の大綱においてこの護衛艦隊直轄護衛隊が6個護衛隊に拡大されることが決められ、護衛艦の定数も合計54隻まで増加する予定だな。インターネット上のブログなどでは、今回の合同訓練の目的よりも第4護衛隊軍が X の公式チャンネル上に上げた関門海峡を通過するヒューガの画像が話題になっており、基準排水量13,950トン全長197メートルと海上自衛隊の護衛艦では現在空母への改修が進められている。出雲型護衛艦に次ぐ大きさであるヒューガが、本州と九州の間にあって、最も狭い箇所では幅500メートルしかなく潮流が速く海上交通の難所とされている関門海峡を通過したことに対して驚きをもって伝えられているぜ。ヒューガ型護衛艦は海上自衛隊が運用するヘリコプター搭載護衛艦 DDH で、海上自衛隊としては初の全通飛行甲板を持つ護衛艦として、2004年度平成16年度予算でヒューガが、2006年平成18年度予算で伊勢が建造され、その後の同じく全通飛行甲板を持つ出雲型護衛艦出雲と加賀のベースともなったんだ。基準排水量13,950トン満載排水量19,000トン推定値全長197メートル最大幅33メートル、深さ22メートル喫水7メートル高さ48メートルの艦隊は出雲型に次ぐ大きさであることから、狭く危険なイメージがある関門海峡を通過したことを軍事系ブログなどが大騒ぎしているんだけど、関門海峡を通過できる船舶は喫水が最大で 11.4 メートルまでとされていて、喫水が7無のヒューガ型護衛艦の通行が可能どころか、基準排水量19,500トン満載排水量26,000トン全長 248.0 メートル最大幅 38.0 メートル水船幅 29.6 メートル、深さ 23.5 メートル喫水 7.3 メートルと、ヒューガ型護衛艦より一回り大きい艦隊である出雲型護衛艦も通過することができるよ。それゆえに、
日向片護衛艦や出雲片護衛艦が関門海峡を通過することは珍しいことではなく、特に瀬戸内海の呉基地に所属する日向や香川基地から東シナ海に進出する際には、関門海峡を通過していくのはごく普通のことってわけだな。また関門海峡では、民間の船舶においても巨大な貨物船やタンカーが日常的に通過していて、海上保安庁の関門海峡海上交通センターが提示している関門海峡航路に入港する大型船の予定情報を見ると、2024年1月19日には全長288無で総トン数が10万トンを超える超大型の LPG-LNG 船が通過する予定が入っているなど、日向片護衛艦よりはるかに大きな船舶が日常的に通過しているぜ。関門海峡は、本州山口県下関市と九州福岡県北九州市を隔てている海峡の名称で、両岸の地名である馬関現在の下関市の旧称から取った関と、門司現在の北九州市門司区の、門を組み合わせたもので、かつては穴と海峡、馬関海峡、下関海峡などと呼ばれていたこともあったね。氷河期以前は陸地だったけど、最終氷期約7万年前1万年前の寒冷期にこの地に発達した河川ができて、花崗岩の岩石を削り流して窪地になったところに、気候の温暖化で海水面が上昇し、その窪地に海水が入り込んでこの海峡が出来上がったとされているよ。本州と九州を隔てる水路は大瀬戸と呼ばれ、本州の西端となる彦島と本州を隔てる水路が小瀬戸あるいは岡戸海峡呼ばれていて、メインの航路である大瀬戸の幅は、平家滅亡で有名な壇ノ浦とメカリの間の関門橋が架かる早友の瀬戸では約500の狭さで、その付近の潮流は大潮で最大10ノットを超えることがあるぜ。そのため大型の船舶が通過できるとはいえ、この潮流の速さに加えて海峡全体が S 字に屈曲していて見通しが悪い上に岩礁や暗礁も多いため海難事故は絶えないのも事実であり、呉所属の護衛艦が通り慣れているとしても通過に細心の注意が必要であることに違いはないぜ。海上自衛隊護衛艦が関係した海難事故としては、2009年に発生した護衛艦クラマと韓国船籍のコンテナ船カリナスターが衝突して双方が炎上する衝突事故があるね。この事故は10月27日午後7時56分頃、カリナスターが釜山から大阪に向かって関門海峡を航行中に、前方を航行していた貨物船クイーンオーキッドを追い越そうとした際に接近しすぎて衝突しそうになったため、慌てて取り舵左方向への転換を切ったことによって、最も幅が狭い関門橋付近で対向してきたクラマと衝突したものなんだ。この事故によってカリナスターとクラマの双方に火災が発生し、カリナスター本船は積み荷のコンテナ内からの出火が約40分後に消し止められ、クラマは艦首部が大破して乗員6名が軽傷を負ったが、カリナスターは右舷船首部付近が大破して積み荷のコンテナが複数損壊したものの乗員に負傷者はなかったみたい。この事故については、カリナスターが先行する貨物船を無理に追い越そうとして接近しすぎたことがそもそもの事故原因であるとされたんだけど、護衛艦クラマが衝突当時27ノット時速 31km の速度で航行していて、関門海峡においては船舶の速度が厳しく制限されているにもかかわらず、何もない洋上を巡航するような速度であったことも事故を誘因した要素の一つであるとされたね。このように関門海峡が危険であることから、岩礁などの浅い部分を浚渫して航路の幅を拡張すべきとの声が以前から挙げられているが、海峡の海底下には国道2号線の関門国道トンネルや、鉄道在来線用の間門鉄道トンネルと新幹線用の新関門トンネルなどがあるため、今以上の浚渫は難しいとされているな。また、関門海峡の海底には太平洋戦争末期にアメリカ軍が投下したマーク25や、マーク36などの機雷がまだ数百発残されているとの情報があり、船舶が触雷した報告もあるぜ。そのため海上自衛隊では下関基地隊を下関市に置き、第43掃海隊掃海艇豊島浮島を配備して、今でも関門海峡の機雷掃海の任務を与えているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。
川崎重工業ではコンパクトで高性能な大容量ニッケル水素電池ギガセルを開発しているよね。このギガセルを応用することで、航空母艦における艦載機発艦時に使用する電磁式カタパルトに使用できるとの主張を、2023年3月15日から17日まで千葉県の幕張メッセで開催された DSEI Japan 2023にてパネル展示したぜ。さて今回はこの大容量電池を、空母の電磁カタパルトに転用可能な件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。DSEI Japan 2023とは国内で開催される防衛関連イベントとしては大規模な防衛セキュリティ総合展示会で、防衛省外務省経済産業省防衛装備庁海上保安庁などの日本の防衛関連省庁の全面的支援のもとに2019年から日本で開催されているよ。今回の DSEI Japan 2023は2019年に続いて2回目となり、防衛セキュリティ産業に関わる多数の企業が前回を上回る規模で一堂に会し、世界中の企業担当者が日本及びアジア各国の防衛セキュリティ関係者と強固なパートナーシップを築き、様々な知識を共有して防衛装備品におけるイノベーションを巻き起こす場として期待されているんだ。川崎重工業では、グループ企業である川崎モータースが開発して製造販売している大容量ニッケル水素二次電池ギガセルのパネル展示において、航空母艦の飛行甲板から艦載機の発艦時に使用する射出用カタパルトを電磁式カタパルトにする際の電源として、使用できると説明したパネルを展示したね。ニッケル水素電池は、乾電池型充電池やハイブリッドカーの電源として、あるいはデジタルカメラや携帯音楽プレイヤーに一部のノートパソコンの電池などとして広く普及している蓄電池で、川崎重工業が展示した大容量ニッケル水素二次電池ギガセルは、これまでにない高速充放電が可能な蓄電池として瞬発力に富む次世代を担う蓄電池だぜ。現時点においては日本国内の路面電車や、太陽光風力発電などの自然エネルギーの出力安定化に役立つ地上蓄電設備として利用されるなどしていて、環境へ十分な配慮がなされたエネルギーの有効利用、CO2 削減などに貢献する地球に優しい電池として期待が寄せられているな。その特徴としてはまず、バイポーラ 3D 構造によって電池のセル容量やセル数を増やせるために大容量化が簡単であることが挙げられているよ。このバイポーラとは、隔壁によって直列に接続される複数の単セルによる構造によって、セルの表及び裏面がそれぞれ正極と負極になる構造のことで、セルの厚みを薄くすることができるほか、断面積の大きな隔壁によってセルを接続させることによるエネルギーのロスを最小限に抑えることができ、モジュール内に直列させるセル数を増やすことができるものだね。さらにギガセルは内部抵抗が小さいため高速充放電が可能なこと、長時間の使用が可能で耐久性が高いこと、環境や人体に影響を及ぼす可能性が高い鉛水銀カドミウムなどの有害物質が使われていないこと、常温で作動が可能なために設置場所に制約がないこと、電池内の電解液が水溶液系のものであるため発火する心配がないことなどが利点として挙げられているよ。路面電車の直流電化区間における地上蓄電設備としては、このギガセルのモジュールを40個直列に接続することで架線の電圧 1500V を満たす電力を得られており、架線の電圧低下時のサポートや停電が発生するなど有事の際に、緊急停車した電車を最寄り駅まで移動させるための電力として用いられているほか、列車がブレーキをかけた際に発電する回生電力を集めて蓄電するために変電所などに設置されているぜ。川崎重工業の提案では空母の電磁カタパルトの電源として使用するには、電圧約 36V で容量 5.4mW ギガセル 30K7 型のモジュールを300個によって 32MW の高出力をできるとして、これらのモジュールを艦内の格納庫のようなスペースを確保してキャビネットに並べて設置するとしているらしい。これによって電磁カタパルト用のための発電用ボイラーを設置するよりははるかに小スペースが実現でき、しかもニッケル水素蓄電池はリチウムイオン蓄電池と違って発火する危険がほとんどなく、
空母が万一被弾したり艦内に火災が発生したりしたとしてもダメージコントロールをしやすくなるというよ。電磁カタパルトはこれまでの主流だった蒸気カタパルトに代わる、エネルギー効率が良い新たなカタパルトとしてアメリカをはじめ、イギリス、ロシア、中国、インドなどの空母保有国で開発が進められており、2022年時点でアメリカは実用化に成功してニミッツ級原子力空母の後継であるジェラルド・アール・フォード級原子力空母に搭載したんだ。また、中国も陸上基地でのテストを経て実用化に成功したとして、2022年6月17日に進水して現在偽装工事が進められている003型空母復権に搭載したとされ、2024年1月時点でその電磁カタパルトから艦載機発艦させることに成功したとしているのであるが、それを裏付けるような動画や画像は公表されていないぜ。現時点ではまだ主流の座にある蒸気カタパルトはこれまでにアメリカ海軍とフランス海軍で運用されていて、信頼性においては高い評価を得ているね。アメリカ海軍のニミッツ級原子力空母の場合、飛行甲板には4畳の蒸気カタパルトを設置しているが、これらは少なくとも 99.5% の確率で最低でも1畳が稼働できるとされ、洋上の空母においてはこの上なく信頼できるカタパルトなんだ。しかし信頼性とは裏腹の欠点もあり、蒸気カタパルトにおける射出の際のエネルギー変換効率は 4-6% とされ、出力を制御することが困難であるために重量が軽い無人機などを発艦させる際に、出力が強すぎて射出に失敗するなどの失敗が報告されているぜ。その点電磁カタパルトは、アメリカとイギリスが共同開発しているイーマルスの場合で、設計上では 90% の変換効率を達成することが可能であり、そのため大型で重量がある戦闘機から小型で軽量の無人機まで、多種多様な艦載機をそれが必要とする最適な発艦速度で射出することが可能になるらしい。しかし、これまで電磁カタパルトは大きな電力を必要とすることから通常動力の空母では無理とされ、その膨大な余剰出力から発電力を確保できる原子力空母でなければ搭載は不可能と言われてきたな。そのため中国海軍の003型空母復権も建造当初から電磁カタパルトを搭載するとの情報が出ていたため、原子炉を搭載して中国海軍初の原子力空母誕生となるのではないかと噂されていたのでるが、結局は通常動力型の空母であることが判明し、中国側が電磁カタパルトだと主張しているのも証拠動画や画像が公表されていないことから、本当は蒸気カタパルトなのではないか?と疑う声も多く上がっているよ。電磁式カタパルトの利点はまだあり、発艦させる際にシステムの起動が早く、蒸気式ではボイラーで発生させた高温高圧の水蒸気を使用するために、ボイラーからカタパルトで使用する蒸気を蓄えておくアキュムレーターに蒸気を送り込む際に、熱膨張によるパイプや機器の破壊を防ぐため配管やオイルなどを先に数時間予熱して暖気する必要があるのだが、電磁式ではそのような事前の保温が不要なのも利点だね。また、蒸気式ではボイラーからアキュムレーターに供給された蒸気が待機している間に冷めて水に戻るのを防ぐため、温度と圧力を保つためにアキュムレーターを保温しておく必要があり、そのためにエネルギーロスが発生していたぜ。そして、電磁式の最も大きな利点は発汗間隔の短縮が可能なことにあり、電磁式では45秒で再充電が完了するため、電力が確保されているのであれば理論上は1分で2機が発艦でき、通常で2分に1機の間隔で発艦可能な蒸気式よりも短時間でより多くの艦載機を発艦させることができるってわけだ。このように膨大な電力が必要とされ、原子力空母でなければ運用できないとされてきた電磁カタパルトだが、川崎重工業のギガセルでその電力を賄うことができるとするならば、日本の海上自衛隊の出雲型空母に搭載することで、艦載機 F-35B をフル並走で発艦させることが可能となり、防衛省では今後のギガセルに関する情報に期待を寄せているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。